んにちは。こんにちは。こんにちは。今日はゆっくりしたメンツですね。はい、それではですね、今から10の質問に答えてみたの企画をしたいと思います。よろしくお願いします。お名前と年齢と生年月日を教えてください。蒲田葉月です。26歳です。1997年9月10日生まれです。乙女座です。A 型です。終わり。どうぞ。栗下歌子です。1999年3月25日24歳のお羊座の大型です。質問2。もし無人島にチームから一人連れて行くなら、チームから一人？チームから一人。山田、何でもしてくれそう。ザ後輩。で、二人目は？のんちゃん。癒し。まあ、生きていけないだろ。な、無人島だよ。三人目は？鎌田。楽しそう。確かに。なんかさ、生き延びる気ないよね。ヒカルか。まあできれば一人がいいんだけどね。ヒカルか。ヒカルか。ミヤさん。あ、ウエチ？うん。じゃあヒカルはなんで？ヒカルは何でもしてくれそう。動く気ないよね。普通にね。で、ミヤさんはなんか島の人だから。いやいや、島でも違う島でしょ。ちゃんと生活できる島に住んでるから。次、もし宝くじが当たったら、じゃあ1億当たったらにしましょう。うん。1億当たったらどうします？半分使う。絵本も半分貯める。好きなもの買ったり、あとは旅行に行くかな。旅行行くんだった。例えばどこに行きたい？軽井沢。はい、次蒲田。半分、半分貯金。なんか、あ、そうだね、そうしよう。自分の意見言って。半分、うん、じゃあ貯金で半分使う。一緒やん。何に使う？でも推しに貢いだらいいじゃん。あ、推しに貢ぐ。じゃあ貢ぐでしょ。うん。まんまお金そこには使ってない。美容。うん。あ、ありだね。お顔、うん、お顔系とか。うん、なんか綺麗になる。うん。あとは健康グッズ。健康グッズ買う。絶対いらん。今一番やってみたいことは何ですか？空を飛ぶ。タケコプター買いなさい。この前なんか見たんよ、携帯インスタで。うん。なんか飛ぶやつ。普通何もなしで？スカイダイビングみたいなやつ。ああ、そうなんだ。あ、そういうの大丈夫系な人？うん。なんかぐるぐる回ったりするのとか好き。空で？うん、空で。でもあれ顔めっちゃブサイクになるんだよ。そうなの。乾燥して誰も見てないやん。 GoPro ここにつけてるかもしれない。いやでもやりたい。なんかそういうの大好き。うん。ジェットコースターとか。近くで推しを見る。生で山崎さんね。うん。まあそれは確かにね。譲れない自分のこだわりありますか？気が済むまで練習する。ああ、なるほどね。分かった。普通に冬にこんくらいの靴下を履きたい。あ、もこもこの？違うよ、普通のだよ。めっちゃダッサいの、ここまでの。履いて寝るの？履いても寝る。いや、足冷たくなるのが嫌。次、告白は自分からするタイプ？しない。するじゃん。
じゃあって何Quand t'es venu dans la rue inconnue 自分の意見だよ。え、好きだったらする。軽すごく絶対嫌だ。なんで好きでもしない。しない。どうすんの。そしたら実らないじゃん。別にいい。え、それがいいんだって。じゃあ向こうが空いてたら向こうから言ってくるでしょ。向こうもじゃあ歌子みたいな、まあ、お互いが展開ないね。こういう感じで、うん、一緒に。じゃあもう終わり、うん、はい、次さ、声入ってるかな、うちの。Quand t'es venu dans la rue inconnue。 恋愛は追いたい派、追われたい派。理想追われたいけど現実追ってる。追ってる。追われた方が幸せになると思います。おい次、隣の人を動物に例えると。あ、こういうことです。パンダ。パンダ。うたは、え、なんかさ、こういうクマみたいなやつ。アライグマ。なんとも言えません、なんとも言えない。ちょっちょどっち。次。自分の好きなところ。自分。自分。え、何、性格。まあ別に何でもいいんじゃない。好き嫌いがはっきりしてるところ。あ、今は短所ですね。自分の好きなところは、あ、夜すぐ寝れるところ。いや、いいと思う、いいと思うよ。あ、じゃあついでにお互いの好きなとこ一個言ってやん。もうこれめっちゃ好きみたいなとこ。あの、歌が、あの、バグったところ。そうなの、うん、そんなあるんだ。ある。意外だね。あるでしょ。ないよ。はい、次、歌子から。毎日このテンションなの。まあ、すごい、すごいね。最後、カナの好きなところ。カナの好きなところ、うん、好きなところか。なんかみんなさっぱりしてそうだけど意外と優しいよ、うん、よ、ほんと、うん、じゃない。うん、カナの好きなところ、うん、居心地がいいところ。どういうところがじゃあ居心地がいいですか。いいですか。なんかみんながあれじゃない、バレーボール好きっていう環境でやってるところ。あ、みんなが、うん、なるほどね。バレーに真剣だから好きです。はい、ということで最後に見てる方へメッセージをどうぞ。じゃあ皆さん、グッズは買われましたか。この動画を見てカナーのことが好きになった人は、試合をぜひ会場に見に来てください。お願いします。最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、コメントよろしくお願いします。せーの、バイバーイ。